The Stupid Hour. ピカチュウ、ピカチュウがいなくなったなんて。なあサトシ、前にもロケット団に襲われたことあるだろ。その度にあいつらを嫌な感じしてきたんだ。元気出せよ、ほら。ああ、その調子だ。ちょっと休もうぜ。ピカチュウを取り戻したいならしっかり寝て明日に備えないとだろ。そうだね。おやすみ。おやすみな、サトシ。ニャースとムサシは文句言うだろうけど、このままじゃ舞はこいつにぶっ飛ばされて終わりなんだ。一緒な。俺からすればロケット団をクビになるくらいならクソな人生を畳んだ方がマシ。のしたガキどもとペットのネズミも道連れだ。もう二度とお前らと会うこともないだろうな。お前らとの因縁も終わりだ、クソガキどもが。今変な音しなかった？確かに聞いたぞ。あの音はロケット団の小次郎の足音だ。確かめるぞ。音はあっちの方から聞こえた。ありえねえ。あいつら本気で殺すつもりだ。何とかしないと、本当に何とかしないと死ぬ。ゴンガ中。今の聞いただろ、サトシ。野生のゴンガ中の鳴き声だ。ああ。ゴンガ中、皮肉あたりポケモン。例外なく出会った者は死ぬため、このポケモンについてはほとんど知られていない。わお、本当にゴンガ中だ。当然だ。野生のゴンガ中の鳴き声で間違いないだろうな。骨から肉を引きちぎるその音は誰もが動けなくなる。声が聞こえ、見たが最後。文字通り終わりだ。俺たちは刈り取られる。後悔してももう遅い。だがまだ今なら、まだイエスポケスの加護が俺らにあれば五分五分で生き残れるかもしれない。マスターボールで捕まえられるよな。素人みたいなぬるい言ってんじゃねえぞ。こうなったらピカチュウだってもう無事とは言えねえんだぞ。もしまたピカチュウに会いたいなら、あの音の正体を突き止めるぞ、死ぬ気で。もし本当に相手がゴンガチュウだったら、俺らはもう終わりだ。クソ、俺の言う通りにすればもしかしたら生き残れるかもな。でもビワビワビ、さっきの音の出所は間違いなくここだ。だがこの状況は変だ。どう考えてもおかしい。ゴンガチュウがピカチュウを生かしておくわけがないんだ。奇跡が起きたか。それがロケット団の小次郎だ。え、しかもピカチュウ。ピカチュウ、もう大丈夫だぞ。俺たちがここから助け出してやるからな。たけし、ピカチュウが怖がってる。すげえ。何もいないけど。よーく見ろ。ロケット団の小次郎。そういうことだ。俺は最初から分かってたけどな、サトシ。嫌な感じにしてやるか。石つぶてに岩落としさせて膝をへし折ろう。ピカチュウの10億万ボルトでもいいんじゃないか。俺はピカチュウを返しにしただけだって。本当だって、お前ら最高野郎に俺は殺されんならせめて楽にやってくれ。下がってろ、タケシ。人思いにやってやろう。だろ、ピカチュウ。あれ、ピカチュウ。そんな目で見んなよ。俺はずっとお前の目の前にいただろ。クソ野郎。この声は間違いない、サトシ。じゃあ今鳴いていたゴンガチュウがピカチュウを連れ去ったみたいだ。もしそうならもうピカチュウは瀕死を通り越して死んでるんじゃないか。そいつはどうかな。ピカチュウを入れていたガラス、ピカチュウを入れていたガラス、あのガラスは対衝撃性だ。理論上は壊せない。そこではどんなポケモンだって
出入り不可。それだけじゃない。開けるにはパスコードが必要だ。俺しか知らないパスコードさ。お前らが嫌でもまたピカチュウに会いたいなら俺を殺せないわけだ。バカ言ってんだガス。ロケット弾なんかの技術でゴンガチュウに勝てるなんて思ってんじゃねえよ。もういい、こいつやっちゃおう。まあ待てサトシ、こいつにはもうちょっと役に立ってもらおう。